藤岡幸男6月8日隊は、日本の指揮者、東京都出身。4歳で、ピアノ、10歳でチェロを始める。慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学文学部美学美術史学科卒業。英国王立農山音楽大学指揮科卒業。日本フィルハーモニー交響楽団の指揮研究員を経て、都営する。RNCM では、 奨学金特大生に選ばれ、1992年には、本来 EC 諸国出身の若手指揮者に贈られる、サーチャールズ・グローブズ記念奨学賞を特例で受賞した。同年に、マンチェスターで開催された、ルトスワフスキフェスティバルでは作曲者の前で、還元楽のための競争曲を、指揮、A、ガーディアンが見に、計り知れなく将来を約束された指揮者と絶賛される。 1993年、BBC フィルハーモニックの定期演奏会に大役でデビュー。大成功を収め、同楽団には、藤岡のために、それまではなかった、副指揮者のポストが新設された。1994年、ロンドンの夏の風物詩、プロムスに同家を指揮しデビューし、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団、ロイヤルリバプールフィルハーモニー還元楽団、 ハレ還元楽団、トゥールーズキャピトル国立還元楽団、ノルウェー放送還元楽団、メルボルン交響楽団、クイーンズランド交響楽団、ニュージーランド交響楽団と数々の海外オーケストラと共演した。マンチェスター室内還元楽団主席指揮者、日本フィルハーモニー交響楽団指揮者を歴任。2000年から関西フィルハーモニー還元楽団正式者に就任。 2007年から主席指揮者を務める。音楽監督のオーギュスタン・デュメイ警官名誉指揮者の飯森大二郎と共に、同楽団の看板であり、定期演奏会で斬新なプログラムに挑戦する。一方で、ミート・ザ・クラシックシリーズや関西各地での演奏会など、クラシック音楽の普及に力点を置いた演奏会をこなしており、同楽団を指揮する回数は年間40を超える。 2002年、渡辺明雄音楽基金音楽賞を受賞。2006年、スペインオペラへのデビューであるスペインオビエド歌劇場でのネジの回転は、同劇場新演出オペラのベストパフォーマンスオブザ・イヤーに選出された。2012年、NHK 大河ドラマ、平野清盛の劇中音楽の指揮を務める。2016年3月に、ブルッセルで、オーギュスタン・デュメイ バレリー・アファナシエフと共演。2017年5月には、ダブリンでアイルランド国立公共楽団の2016-17シーズンのファイナル定期演奏会に、グスタフ・マーラー、公共曲第5番第5公共曲で客演。その模様は、ヨーロッパ各地で FM 制放送された。父方の曽祖,祖父は、国文学者の藤岡作太郎。祖父は、埼玉大学。 山梨大学の学長を務めた、物理学者の藤岡義雄、父は、工学者の藤岡友である。母方の母聖祖父は、蘭学者の三り玄宝、高祖父は、蘭学者、教育者の三り修平、曽祖父は、東京帝国大学総長、学習院総長、京都帝国大学総長を歴任した数学者の菊池大六、祖父は、物理学者の菊池誠子である。 幼少期は妹たちと就寝時に、ベルギーの歌劇、椿姫を聴きながら寝ていた。その LP は、ハイライト版だったため、小学校4年生頃に、自身の小遣いで、全曲版のトスカーニの LP を購入した。その後本人曰く、トスカーニ信者となり、指揮者を夢見る。チェロを始めたのも、トスカーニがチェリストだったためである。慶応中学の同級生には、河野太郎、 バイオリニストの千住マリコがいた。渡辺明夫の裁判年に指示しており、渡辺の最後の相手子とされる。他に松尾陽子、小林健一郎にも指示している。指定関係にはないがと英中にゲオルクショルティのアシスタントを数回務め、訓導を受けており、指揮者にとって絶対不可欠なものを心に焼き付けられたという。 渡辺明夫の流れを組み、ジャン・シベリウスをはじめとする北欧の音楽を得意とし、2012年より、関西フィルハーモニー管弦楽団で、シベリウスの公共曲チクルスを始めている。他に、イギリスの音楽や、ドミートリー・ショスタコービチなど、ロシアソビエトの音楽を多く取り上げる。日本デビューは1995年の、日本フィルハーモニー公共楽団定期演奏会で、 あったが、この時の曲が、ショスタコービチの公共曲第7番であった。デビュー公演でこの大曲を見事に演奏したことから、同年すぐに日本フィルの指揮者に就任している。また、渡辺の教えに従い、現代日本人作曲家の作品の紹介にも力を入れており、特に高校と大学の先輩である、吉松隆の作品の多くを初演し、 公共曲第3番の検定も受けている。イギリスのシャンドスレーベルより、吉松作品の CD をリリースしている。他に、市柳里や山ゆずみと史郎も多く取り上げている。関西フィルハーモニー管弦楽団とアルムレコーズに、シベリウス公共曲全曲録音を進行中である。日本のクラシック界の未来は、地方でどれだけそのを広げられるかを大きな一つの、 課題として捉えている。ここから、コンサートのトークではしばしばクラシック音楽の指揮について触れ、クラシック音楽はわかるかわからないかではなく、感じるか感じないかであると語っており、山下達郎などの J-POP やプログレッシブロックといったクラシック音楽以外のジャンルにも深い興味がある。また関西フィルハーモニー還元楽団との出会いについて、 朝日野隆先生と大阪フィルに憧れていて、東京以外の街のオーケストラと仕事をしたいと思っていた時に、関西フィルと出会った、天命と語っている。2014年に、ノリチカ、サッチーと呼び合うほどの親友である、飯森もりノリチカが、同じ大阪府に本拠を置く、日本センチュリー交響楽団主席指揮者に就任後は、共同しての企画も行っている。趣味はジムで泳ぐこと。 ありがとうございます。